さんに来ていただいておりますけれども、この前はですね、スカウトいろんな話をお伺いして近鉄の頃の話をお伺いしたんですけども、それからこれもね球団がいろいろあって今度合併話みたいなのがあってですね、あの時もねいろんな騒動になりましたよね。で結局楽天が誕生して、うん、で近鉄は、うん、オリックスへ行ったと、うん、そういうようなちょっと再編があったんですけど、うん、で堀さんはオリックスの方行かれたんですね、近鉄から。あの時はね、はい、楽天の方からも希望してるものは面接するとあったわけです。はいはい。で僕らもそれは当然次どうしようかなと考えた時に、オリックスは大木さんが監督やったんですよ、はあ、でも僕は文句なしにもうオリックス、ね、オリックス行くと。だからあの時スカウト6人7人行ったけどオリックス行ったの2人ぐらいですよ。もうみんな楽天行きました。そうでしたか。うん、五関岐阜だったかな、吹石さんはね楽天行きましたからね。楽天五関とかね、うん、みんな楽天行ったの多かったですね。で残ったのは僕と柳川と2人くらいオリックスだった。オリックスに行ったやっぱり大木さんぐらいだからね。だからその時に行ったら今どうなってるかこれはもう後の話で頼んだけど、うん、僕はもうそれ大木さんで、うん、オリックス行こうと思ったんですよ。あといろんなところから、スカウトの人も集まってきてですね、はい、で、この前もそうでしたけどもやる仕事は同じ仕事ですわね。今度は名刺は変わってるけども、うん、スカウトということで今度はスカウト部長までもうねされまして、でこの時は目玉の選手言ったら T 岡田ですか。 T 岡田にね、うん、中田翔とかね。あ中田翔、うんうん、それから、マー君。あ田中マー君、うん、だからじゃあ斉藤佑樹、だからマー君中田翔が大場今ソフトバンクこの辺りはもう、抽選全部負けてますよ。全部抽選したんですか。全部いきましたよ。抽選負けね。全部負け、あの時は抽選やったからね、はい、だからそうね負けたんでね。 T 岡田は T はあれねだからだから1位を抽選で負けてなんかいろいろ他球団にこう同じようなこう評価する選手があって難しかったですよ。そうですよね、そのねどの選手行くかいうのを決めるのはね、だからあの時最後に、うん、1年目に、逆指名があって小松を行ったんですよ。ピッチャー小松、うん、新庄取った JR 九州ね。あその時が最後の、うん、逆指名じゃなかったかな、うん、逆指名はだからこっちが逆指名してねというあれで行くわ。だから、ね、僕はその時まだ前の近鉄球団だけどそのオリックスの前 の, こういうスカウトが、うん、ったわけ去年ぐらいからちょっと、うん、やっててだから楽やったですけどね、決めるのね、だからそのおかげで、うん、だから東銀さんだからやってた時やから、そのどうなんですか、逆指名の方がスカウトは楽なんか、そうでない方がいいのか、それどうなんで楽なのと、逆指名は。お金いるし。だからね、うん、そういう部長さんなんかだって、部長だったらもう、あれだけど、担当スカウトがね、うん、もうそいつつきで、もうあいつが右行きゃ右、左行ったら左、もうどこの試合行ったら見に行く。だから評価は分かったわけですよ。ただ、自分が来てるというのを見せるだけであってね。なるほど。だから何もそんなね、はい逆指名でね、もう何にもよくないですよ。僕はもう今から言うけど。スカウトもね、英語じゃない。ただ言ってる、外国と外国もついてるわけ。うん、でも私はこんだけ誠意見せてますだけなんですよ。なるほど。うん、別にね、そんな例えばね、この選手が上で投げた選手がアンダースローだったら、それはいけって言うけど、うん、同じようなスピードで掘ったらね、うん、もうね、その調子、日も悪いなんかも変わらないわけですよ。うんうんうん、もう来てるのも相手の監督選手に来てるな、うん、来てるな、その俺ら見てくれ、うん、評価して来てるぞ、うんうん、また来てるぞ、それだけのことですわ。ビジネスマンでもね、用あって用もないのに行ってですね、飯だけ置いて帰るとかね、うん、用あいつ来とるなみたいなね、うん、営業マンみたいな言われて、そういうふうに思ってくれるのと、もう一つはまあ面倒くさい、また来とるわ言うのと、
だから一球じゃなかったらそういうふうに言われますわ。また来たろうな、一流の球団やったら、はい、あ、ありがたから来てくれたと、うんうん、まだ特にその日本代表みたいなのに選ばれる選手がいますからね、外海外行ったりとかしますやん。だから僕おかげで、うん、僕ねその時ね、うん、近鉄の時にね、上原担当したんです。上原、上原 ね全日本選ばれましたね。その、ね、時に上原、新岡、藤井、宇田川ってすごいメンバーやったんですよ ね、うんうんうん、ほんでその時にハーレム大会がオランダですわ。その世界選手権がイタリアだったんですよ、はい、ほんで7月のから8月の甲子園のかけて、ほんでちょっと会社がやって俺行ってこいよ、いいっすよ、内心、うわヨーロッパや初めて夜、うん、アメリカでハワイだけど、うんうん、いやそんなはいけないっすけど、うん、あまあ、まあ行くんだったけど、うん、全球団、ほとんど全球団10球団来てました球団で、うん、でもみんなでね、まあ、晩飯はみんな一緒に食べたりして、うんうんうん、もうで、オランダで10日ぐらい行って、イタリアが2週間行って、だからもう20日ですか全部、うん、会社までいかしょ、別にね、もう選手の実力なんか分かってるわけやから、もう上原なんか今更ね見てもただ来てるんです、うん、さっき言ったように来ただけだ、後輩来ただけ、うん、行ったらもう他のとこみんな来た、ジャイアンツも来たし、広島も全部あの、うん、みんな来てた、うん、これで取ったんが上原赤がって、うん、で取ったんが1位が宇高で2位が今の阪神の藤井ですわ、こうして藤井ね、第1位ね、うん、男前、うん、全部あの違う、うん、球団が行ってるとか全部違うとこなんだったけど、そういう時代だったんですよ。だけどまあ、うん、あのまあスカウトの時はあのそれまではもうみんなギラギラしたけど、外国行った時はもうみんなやる、そうですよね、うん、食べてね、楽しかったですよ、うん、試合なんかもう 2,3 時間のことですからね、分かってるなるほど、それだ、そういう時はまああの仕事やっててもね、うん、あの楽しいというかね、楽しいですよね、うん、大引きってどっちも話してるけどね、大引き、あの時は僕はあのオリックスでちょっとスカウト部長やった時ですけど、何は高校、うん、あれもね、もうね、法政の後輩から、うん、まあ、向こうのお父さんも知ってるし、うん、あのちょっとないと、うん、うちはもうキャッチャー行かなかったから、はい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 、島、島決めて、島、島、楽天の楽天島ね、うん、島を行くから、うん、もうちょっと2位でね、うん、OB がもうその後はもうみんなロッテとか阪神がもう行くの決まったから、はいはいはい、シーでは無理だと、でもすまんないと、いや、俺もいいですよ、まあ、ほら頑張るよって、それが突然あの会社の方でショート欲しい、ああそうですか、こうやってか、いやショートはどこも欲しいから、あ、うん、でも急遽、うん、大引きって大引きもええー、となりました、お父さんも何言いましたんか、それはもうドラフトまで向こうも知らず、知らいきなり、うん、それでも、うん、もう上げて上げたんです、バーンにね、押したら会場でロッテも阪神もみんなええー、ような顔して見られたけどね、もうそれはもう先取ったら火事だから、まあ趣味はね、ほんでまあ後で学校行ってその日に行って、うん、でも法政のあれで、うん、でも大引きもいやまさか思いますけど、堀さん何言うたんやですか、そらあっという色なんで言うて、分かりました、そらありますわ、ね、でその時はもう一応新聞にはいや考えてもいなかったですよ、いや言うてましたよ、そういうことありました、なるほど、だからやっぱりあのね、まあ、あとはいろんな話あると思うけど、うんうん、早く取ったら勝ちですよ、まあまあね、この世界は、うん、取られたら負けですわ、うん、うん、そうですね、まあスカウトはね、うん、もう競争してるわけですから、だからそのね、取る方法があるからね、そうなんですよ、そこはまだ難しいところですよ、だけどね、裏技もいろいろあるし、あ、まあもうぶっちゃけプロですからお金の話もありますしね、だからもういろんな、まあ言えない話もあるでしょうけども、で昔ちょっと聞いたことあるんですけど、スカウトの人がね、やっぱりそういう仲間とかそういうのが、うん、結構甲子園の時にね、うん、高校野球の甲子園の時にこう集まると、うん、なかなかそんな会みたいなやったんでしょ、ね、昔はね、48会行ったんだよ、4月と8月に会うから48会ってね、僕ら入った時は、今はスカウトの総会になるけど、ほうほう、ね、総会やってるんですか、ね、年に1回、あの昔はそういう宴会場だったけど、うん、もう今はこうちょっと後でホテルになって、うん、でまあ、いろんなホテルを使って、はいはい、でまあ、あの新人が入ってくると初めて人が、なるほど、懇親会みたいな、事故やってるんですね、うん、でそういうことやっててね、うん、まあまあ年に1回けど、うん、敵やけどその時はもうバイバイ、ね、まあまあね、だけど肝心なことは言いませんもん、いや言うよみたいな、いや黙ってますわね、うん、ほんでなんかその時にね、
今まで一番ねすごかった選手誰ですかいうのことをこうなんかようみんなが言ったところでね、僕はね、僕はもう自分自身は見てないけどね生をね、で僕はまだ若い時スカウト入って、まあ、あの30過ぎで入って3040ぐらいかな、40入って10年してな、してた時に、まあ昔のベテランのスカウトね、俺それ何回やったから、ベテランスカウトで、ああいう金岩さんから始まって、いろんな大御所おられて、たまたま一緒やって、7、8人、10人ぐらいやったから、飲んで飯食って、たまたま話し合って、で先輩、高校時代で波汐野崎から松坂まで見てる人ですよ、ピッチャーで誰ですかって言ったら10人よって9人が同じ答え、一番すごかった選手高校時代誰かと誰、投手は誰やと、誰ですか江川、誰にか見ても江川、もう江川なんて出てこないんだ、あんな高校時代の、もうそれ言ってた。それで、ね、その江川と甲子園で対戦したのが、北陽高校、そうですね、選抜で、有田とか慶応とかプロ行ったので、その時にその連中らが北陽その帰った時にジャンプとかたまたま俺がいてて、話聞いたら、もうとにかく3回ぐらいまで当たられてましたね、3回かなんかにファールチップで当たったら甲子園が、うおー、どよめいたと。その時に18三振が捉えて、新記録作ったでしょ、作新がね、それでもうみんな皆さん打てなかったと、それで次の2回戦で今度今治西かなんかが21三振が23捉えて、また新記録捉えたと、そうその話なんてね、もう笑顔のボールなんてね、もうちっちゃいのがもうなんかブワッと起きて終わりやん、それでもついてるって言った、そうでしょ、そんなこと、あ、4番打てた藤田に4三振でしたから、有田が3塁打かなんか打ったんだ、だから俺は打ったわってみんな自慢したけど、でもなんかここまさかスクイズちゃうようないう感じでスクイズやったんですよ、だから失敗したけど、言ったら、作新がそれでも勝てなかったらもうだから負けたのは押し出しと長所より、長所より広所に広所冒頭 で, 冒頭であのね、通りで亀岡、小倉、だからもう私同級生です、だから全く作戦が出なかったりだからもう映画だけで、だから負けんのもうそういう負けじゃない、それ言ってましたよ、とにかく外野が風邪ひいてましたからね、もうボール飛ばへん、そうじゃん、ね、打球飛ばない、だからそれは言っちゃったな、だからもう映画はもう、松坂、小崎さん、松坂って言ってんのが映画はもう、そうでしょうな、僕はね、名前見てないですよ、堀井さんは誰と思った、僕は誰と思います、僕はね、まずバッターがいけないか、バッター、バッターは何というと清原です、まあそうでしょうな、清原ね、松井も見たし、宇都宮見たしね、森もね、もうみんな見てますよ、全部清原はすごかった、だから清原プロ入ったら僕10年間ホームランだと思ったね、1年目で31本ですからね、すごかったわ清原、本当にもうPL の、フリーバッティングなんかも、ね、外野もあって、そこから道路があって、そのまま道路まで向こうに雨天列車、その屋根がガー朝潮が行くんだからね、それでスカウトが見てたらね、打ったらチラッとこっち見るんで、ちょっと当たりそこない、ボロッ打ったら一切見ないからプロ意識やったら、すごかった、もう清原しかないもん。ピッチャーはね、皆さんどういうか知らないけど、僕はもう一番早いで一番先立ってた、うおー、これイラブ。なるほどね。イラブの甲子園でね、鈴木健とね、浦和学院で、あの東京はね、水分入った。もう本当にもう、とんでもなかった。バーッと鈴木健またバーッファール打つわけ、最後はレフトぐらいだったけどね、もうそんなもんみんな覚えてる。甲子園がね、うわーだった、そんな時イラブね、でイラブなんて自分もね、あいつ持っちゃうとそういうプロ意識あったし、嫌な球団が ある、ね、あるからスカウトが行くわけだよ、だから、名前言うともういいけど、日本から大沢さん連れてね、スカウト行ったんで、ブルペン行って、ふわーふわーもう行きたくないから、ふわー今度大沢さんのスカウトに、なんだお前はと思われたっていう裏話ありますよ、人生で、そう、で自分が行きたい時だけバーン掘るんですって、行きたい時はもうしない時もあるしね、そういう、だからそういう意味でプロ的な感じだったけどね、
やっぱりプロ行くやつは違いますよ。違う、そこね、高校から行くやつはね、うん、でそこそこね、成果も残してますし。ほんまですわ。意外でしたね。まあ意外、聞いたら意外なことないんですけど、まあ僕らもね、あのいろんなあの、まあ、あの角とか岡林とかいろいろ見てるけどね、その時代をね、はい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 、でやっぱりラブのあのインパクト強かった、足をガーッと上げてね、佐々木朗希か、ロッテの、ああいう感じのガーッと足上げて食べた、ああいう感じなんだけどね、うんうんうん、だけどまあそのスカウトの間でやっぱり江川というね、もうやっぱりそうね、もうやっぱり変な話、悪い言い方したらもう50年100年でも江川って言っちゃうから、高校時代はね、なるほどね、昔の素晴らしい、うん、あのピッチャーぐらい、あれ3年の時あの予選でね、うん、あれ5試合勝って甲子園来て、うんうん、あの時3試合ノーヒットノーラン、うん、あとヒットがね、あとの2試合1本1本がなんかあるんですよ、何やんだかなんか日本しか打たないで、日本 5試合で日本しか、そうだよ、ね、そんなん言ってます、ノーヒットが完全試合が必要だった、そんなありえないでしょ、いくらコースが弱くてどんなに弱いとこでもね、せめてあの映像とかね、まあ、僕らは生で一緒にやってましたから、うん、高校時代 の, あの今でもね、あのネット見たら出てきますけど、まあ、打てんやろと思いますわ、だからね、大学でもあのまあ、あの谷真一言うてね、うん、スカウトボラ一緒に行ってた、あれ吉田さんの甥っ子やけど、そう、それ言ってて、江川とも上下関係で、はい、どうやって言ったら、もうランナーいなかったら、はーっとおってね、そうランナー出た瞬間が人が変わるって、そうですね、あの言うたら悪いけど、東大戦なんかね、5部か6部で掘ってますわ、思いっきり掘らないですよ、でランナー出たら、ピーンとこういいですけど、そう話したな、だから、うん、なんか47勝で、次は東大戦で、2回戦が東大戦で、うん、まあ、掘ったら、そうだから48勝で、ありました、ありました。待機力がいいと思う、うん、いいっす、ほら、そうです、そうです。聞いた、聞いた。ありました、ありました。あの何回かね、新記録作れるタイミングがあったの。で、1年の春が出遅れてますからね、山中さんみたいに6勝もしてないんで、あれ、ね、あの時に投げ取ったのね、2つや3つ買ってるんですよ。だからそういうことは全然もう頓着しないというか、そう興味ないという。そうね、だから、最後やめる時でもあの小早川かなんか広島で打たれたほうがガタッガタッときて、あそこでね、はい、やめますって、うん、あれがね、うん、最後インド渡されたみたいな、そうそうそう、うん、ねえ、ああいうタイプでも一回ジャイアンツはいいのも来てほしいね、ほんまですな、うん、なんとかね、やっぱ復帰してもらいたいというのはね、でやっぱりやったらね、そこそこやると思いますよ、監督としてもね、まあそういうあのいろんなね歴史を経て、でもそんだけのスカウトの人がやっぱり江川って言うんだったら、僕らやっぱ一緒にやった世代なんでね、うん、幸せですわ、うんと、ええ、ねえ、僕らの名前見てないから、ホームランを打たれましたから、うん、ええ、もうね、僕はね、あのピッチャー途中から出てって、うん、先頭バッターが江川やったんですよ、うん、あのマウンドへ上がって、うん、先頭バッター江川出てきて、で山倉がキャッチャーですね、うん、ボールになったんですよ、ツーボールになったんですよ、江川、うん、にフォアボールはこれはシャレにならないことで、ストライク取りに行ったら打ってくると思えんですよね、ツーボールまっすぐスーツストライク取りに行ったら、うん、もう弾丸ライナーで、あーそうレフト左中間のスタンドに、もう何が起きたんかね、一瞬これひょっとしてホームランかなとでね、こうダイヤモンド回るときにね、うん、あのニコリともしないんですよ、うん、もう普通ちょっとでも喜んでくれたらね、うん、ピッチャーちょっと心理的に助かるんですけどね、うんうん、もう打って当たり前みたいなトコ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 って独特のあの走り方でね、うん、走られてもうなんかねすごいあのショックも何も、まあ、別にもう大敗してる時でしたからね、うん、法政の時は勝つ時は1点差か2点差、はいはい、負ける時は大敗、はいはい、このパターンなんですよ、はいはい、あの時はね、まあ、江川でしたら高校オールジャパンのメンバーでしたからね、うん、私らの学年は、うん、だから1年生で試合いっぱい出たんですよ、うん、あの五明さん監督でね、だから、江川、袴田、あと、上松、上松、金光、金光な、すごかったよ、うんうん、それから、そうそう、あの、あれ、島本、あの公平の弟、うん、で、高城さんがね、1年上でおったんですよ、ショートも取ったんですよ、すごいメンバーね、で、囲碁を言うのが1年下のって、うん、今、社長やってるよね、社長ですやん、西武のね。まあそんなんでね、もうすごいあのスタメン見たら、あの高校オールジャパンのメンバーになって、そこに江川がおるわけでしょ、うん、でもね、僕思うんですけど、東大にね、江川がいたら、うん、東大優勝しますよ、あー、うん、そんな打てないもんね、東大はね、僕らの時4位ぐらい行ってましたから、
すごい強かったんですよ。そうですよな、ランナーで、うん、出ないもんね。出ないんですよ。だからもう野手は風邪ひいてるでね、もう三振だから試合やる時もね、まずねフォアボールでも何でもいいから、まず一人ランナー出てくれから始まるんですよ。僕は双方戦でもですよ。で次やったら誰か次ヒット打ってくれと、で一本ヒット出たら、あの人のライこれ2日ぐらいと言うてんねんから、それは試合に勝てませんよね、そんなもんね。チャンネル登録お願いします。ご意見ご感想もお寄せください。